それで刑事が入ってきて、ほんで札見してんすよ。お前生涯だなって、その社長のことをぶっ飛ばしたんでね、その夜ね。なんでぶっ飛ばしちゃったかって、その夜で一人で行って爪を置いて、で爪を置いて一人で行ったら、鍵、合鍵持ってますかね、店がカチッと開けて、そしたら男の人と女の人なんです。まあその子だなと思って、その時はもう俺ね別れてたんですよ。旦那さんがいるから、旦那さんと幸せになってもらいたくて、ここで店出して、お前幸せになれよと、旦那と。俺好きになっちゃったんですよ、本気で。本気で好きになったんで、吉野っていう俺の友達に金出してもらって、俺が面倒見っからってここやらせてくれっつって、で吉野も男だから、あれで1000万ぐらい使っちゃったっすよ、俺のために。もう本当もうそういう不良しかいねえから俺の周りね。だから俺も600万ね、伊藤の高しに持ってって取られて、吉野なんかもう男だよ本当に。一言もそれについて言ったことないよな。俺なんか女だから常に言ってっから、伊藤高し金返しだよなって。あ、吉野なんか俺に1000万そこで使って、その子に俺にマンション住まわして、月14万ぐらいのマンションですよ。何にも言わなかったっすね、男だな。返さなくちゃな。俺もんとつかあんで、一人で上がってって、呼んで行ったら、男と女が映って、えっと思って、なんでと思って、でも暗いんですよ、休み上がってた、倒れてんすよ女が。えっと思って、どうしたっつったら、とか寝ぼけてる感じなんですね。で俺は二人で飲んでて、二人で寝てて、なんて思わないじゃないですか、ストーカーって言われてるし、その男の俺もバカなんだよな。俺ほらもう幸せになれて別れた後だと、もうカッコつけてバーンってバスルーム開けたら、その男行ったんすよ。俺その瞬間にもうブチ切れちゃって、ボコボコにしちゃって、骨折っちゃったんすよね、背骨。えらいことですよね、腰の骨折っちゃって。そのぐらいやっちゃったんだよな。ボコボコっつっても大したことないんだよな。ボンボンボンだよ、3発ですから、あのワンツーキックですから。マシンエリのいいの腰に入ったんだよな。パコーンババーンってワンツー入れて、腰にバシンって入れたら、で女が入ってきたんだ、やめてやめてっつって、で何なんだお前っつって、このストーカーっつったら、いや私付き合ってんの、付き合ってんだみたいな、みたいな、みたいな、嘘でしょみたいな。それでお前の店じゃやらせらんねえからやめさせるってわけですよ。でも吉野に1000万も出されせられて、勘弁してくれてたんだよ。そしたら金出すってわけですよ、店の分かかった分。その時はまだ700万ぐらいですよ、780万ぐらいかな。あのでその他に宣伝費用とかいっぱいあったら、やっぱ800万ぐらいはかかってるかな。だから家賃も入れたらもう1000何百万だな、あれ。だから俺のマンションまで入れたらもう大変だよ。で俺ハワイ連れてってくれるし、ビジネスクラスで、話どこまで行ったっけ。あ、ほんでその野郎ワンツーパンチのキックしたら、でそこで止められて、でその話決まって、じゃあ金払うってことで、じゃあいいよ店辞めるからっつって、で吉野に電話して、こう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 いうことになったからっつって、んとでじゃあ分かりましたってことになったんだけど、まあそこでまたその吉野くんとその女の子が話して、まあ続けることになってくれたんですよ。そしたらそいつに訴えられた、俺恐喝とか、えって金なんか請求してないですよ、お店の辞めさせたいから払うっていうか、じゃあ払って辞めさせなっつったの、俺はもう知らないよっつって。それ言った時、あの催促費もしたことないのに、恐喝で調べてんですよ、障害と。で障害認めたんですよ、お巡りさんが来た時に。あ、やったよっつって、悪いのっつって聞いたんだから、え、悪いのって、どこ悪いのっつって、喧嘩だよ喧嘩だから、いやもう相手骨折れてるから障害罪だからって言われて、はぁっつって、お前さん大丈夫、恥かくがんなっつって、ちょっと待っとけっつって、歯磨くからっつって、歯磨きながら、磨きながら文句言ったら、おう刑事の特に俺の磨いたやつがピッて飛んだやつ、あごめんこれあちょっと拭いていいっつって、小虫小判が倒すなよって、俺 手出すと小虫小判がなんで、小虫小判が やんなよっつって、拭いてあげてごめんねって言って歯磨いて、でも恥かくがんなお前っつって、でもちょっと手錠なんかすんじゃねえこの野郎っつって、行くから逃げねえからこの野郎っつって、そしたら手錠しなくていいっつって、その担当刑事が男っぽいんだよ、また岸さんだっけかな、いい男だったな、男っぽくていい男で、
ああいう人に出世してもらいてえな。で、トレチューバーやってる間に お互いがこう、なんていうの、男同士のあれになってくるんですよね。だんだんこっちの言い分もあるし、やったことは素直に認めるしね。はい。でもなんかタバコって言われてもタバコも吸わないし、いらない。で、コーヒーって言われてもコーヒーも嫌いで飲めないんですよ。で、コーヒーもダメかって言って、はい、ダメなんですっつって。もうコーヒーもダメで、タバコも吸わないからっつって。だから、あの頃は、今はタバコもコーヒーもダメなんですよ。あの頃は刑事が出せるんです。そうすると、自供しちゃうんだろうね、みんなね、タバコもらうから。俺なんかタバコなんか吸わないのめちゃくちゃ強いんですよ。いらん。吸わねえし、つって。タバコなんか吸わねえし、つって。だから運動の時間みんなタバコ吸ってんだけど、俺その間、運動だからそうだ。本当に、運動。あ、今日も筋トレしてねよ。どこまで行ったっけ？で、ぶっ飛ばして。そしたらその後家帰ったら、その、このお兄ちゃんから電話がかかって、俺の後輩だよ。あんなやる。切れてんすよ。まあね、お兄ちゃんほら、妹の旦那いて。旦那は弟だからね。だからもうブチ切れてて、俺に。来い、この野郎つって。言ったんだよ。お前落ち着け落ち着け、つって。あれ長くなっちゃうダップ的には。まあ、次。